もう今日は本当にありがとうございました。本当ただものなの。本当に今日役員長をやってるところで今日入っていただいて、でその中でその時、色紙でもらってるんで本当に紹介するのかなと思ったら、一番最初に今日名刺もらったらそのまま書いてあるんで、あ、よかったんだなとかなんか思ったりしましたですけど、いやでも55の時にその花開いてみたいな話があって、ちょうど私今55なもんですから、もしかしたら僕も花が開いてもいいかなというふうに思ってます。実は自分のですね、この役もうほとんど創業してから座右の銘にしてるのが、この坂本慎吾先生の面接の花開くっていうのをずっとこれをだけを自分の中でやってきてるんですね。でやっぱりこういうお話を聞くと、あ、やっぱりファンはね、多数こういらっしゃるのも分かるんですけど、あの本をやっぱ読んでても、いろんな形のものをね、毎回同じ本を読んでても、あの本だけは僕の中では毎回読むとしおりみたいに感じるのがあるんで、あのやっぱ詩っていうのも、なんかこう日本文学がどんなのは知らないですけど、新年先生の文字の捉え方っていうのは、っていうのは自分の中にあって、なんかこう念じてっていうところがやっぱり日本人に入って、まあ、そういうことが実践をした中での念じていくっていうのがこれ大事かなっていうふうにやっぱ最近本当に思ってます。今日の本当に女性の立場から職に対してこうお話しいただいて、私は九州のど田舎なもんですから、厨房に入るべからず育った人間なもんですからですね、人にこう作って食べさせるっていうその喜びは味わったことないんですけど、でも、命をこう本当に立ったものをこういただいてるっていうのは最近よく考えさせていただいて、大事にしなきゃなと思って、また太りつつありますけど、今日本当にありがとうございました。